どうもこんにちは、今回はですねまた DIY をしてみたいなと思ってます。どんな DIY かっていうとですね、このワンティグリスのね、先日ご紹介したテーブルなんですが、この幅がですね何センチだったかな、45センチあったと思います。45センチですね。まあ45センチのテーブルっていうことで、まあソロキャンプをするときにね、ちょっとこう作業したりとかする分には使いやすいんですけども、まあもっとね使い勝手を上げたいということで、このテーブルをですね拡張できないかなと考えてます。で、拡張するためにですね用意したのがこちらです。水切りネットってやつなんですけども、よく流し台とかでですねこう流しに渡してこの上でこう物を乾かすみたいなやつなんですが、ちょうどねサイズがこのワンティグリスのテーブルに近いということが分かりました。どうでしょうか、ジャストサイズではないんですが、結構近いのがお分かりいただけるかなと思います。で、この幅がですねだいたい30センチぐらいかなというところです。対してですねワンティグリスのテーブルはだいたい28センチぐらいなのかな、28センチぐらいなので、まあ、ちょっとねこっちの方が大きいかなという感じです。で、まあ、拡張の仕方としてはですね、例えばこっち側に全部木で、拡張するテーブルを作るっていうのもありかなと思ったんですが、こちらがですねオールステンレスのものになってます。オールステンレスなので、まあ、こんな感じでですねテーブルにできたら、まあ、違和感も多少ないのかなと思って今回これを作ってみようと思ってます。で、ちょっとね長さを測ってみたいなと思うんですが、ここのねパイプとパイプの間がだいたいね 1.5 センチです。 1.5 センチの幅があります。ということは 1.5 センチの幅の木材がはまるということだと思います。で、ここにねシリコンゴムがあります。両端がシリコンゴムになってるんですが、この内側ですね、内側の隙間、これが 44.5 センチとなってます。で、今回購入したもので言えば 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14、 今回拡張するテーブルでこれを天板にしようと思ってるんですが、この間に14個の木材を入れればおそらく天板になるだろうということで、とりあえずねすのこ状態に作っていきたいなと思います。まあ、こちらがねカットした木材になるんですけども、木材のサイズとしてはですね 900×4×15 というものを用意しました。これをですね 44.5 センチの大きさに切ってもらってます。で、今回の DIY なんですが、当初はですねこっち側にまで木を伸ばしてしまって、はめ込み式のすのこを作ろうと思ってました。思ってたんですけども、このシリコンの厚さとかですねここに木をやってしまうと多分ね横にね1ミリ2ミリ余っちゃうんですよね。余っちゃってこの下のね添え木とかも多分見えてしまう状態になるので、あんまりよろしくないなと思いました。まあそもそも作りづらいっていうのもあるんですけども、ということで、今回はこの内側だけを木にするという方法を取りたいなと思います。これねピタッとはまるんですよ。ただねここの間が15ミリなんですけども、どうしてもですね若干の寸法違いがあるっぽいんですよね。なのでこうちょっとビヨンって伸びたりするところもあります。まあそこはねご愛嬌ということでやっていきたいです。どうでしょう、結構それっぽい感じになったんじゃないかな。今後ろにですね添え木を置いてます。こんな感じの添え木なんですが、長さとしてはですね28センチ、28センチの9ミリの24ミリというサイズでやってます。これが添え木です。で、それとは別にですねちょっと太さが違うんですけども、こちらがですね 18mm×18mm×28センチ、こちらも 18mm×18mm×28センチ という木の棒を用意しました。こういうふうに添え木をして、一番端っこの方はですねちょっと違う木でやりたいなと思います。で、実際にですね木を組んでみた結果なんですが、こんな感じになってまして、最後のね一つの部分が余ってます。一つ余ってるんですけども、ここを切り落とせばね、まあ、ちょうどいい感じにはなると思うんですが、せっかくここがあるんで、ここはね、またちょっと活かしたいなと思います。
まあ、こんな感じでね、すのこを作っていこうと思うんですけども、このまんまだとね、どうしても汚れとか目立ちますんで、このチャンネルをですね、ご覧いただいている方には、まあ、定番だと思いますが、こちらのね、ヴィンテージワックスの、チークのものを今回は塗っていきたいなと思います。
はい、ということでですね、テーブルの延長が完了しました。多分ね、耐久性とかが気になると思うので、ちょっとね、ポータブル電源置いてみましょう。結構重たいです。うん。問題ないですね。結構ね、色合いといい、作りといい、なかなかいいものができたんじゃないかなと思います。ちょっと織物っぽくも見えますもんね。で、足に関してはですね、実際にこの天板ですよね、天板に足をそのままつけてしまうのが一番いい形ではあるんですが、とりあえず今回はですね、まあ、間に合わせになってしまうんですが、こんな感じの足を作ってます。ここの裏にね、18mm の木が入ってるんですけれども、そこにね、セパレーターっていうんだったかな、このセパレーターっていうのがちょうど噛んでる感じになってます。まあ、こういった作りなので上から圧力がかかってもですね、少々のことでは耐えてくれるんじゃないかなと思います。どうでしょうね、結構悪くない出来だとは思うんですけども、まあ、ちなみにですね、今回ね、こういった、水切りシート、水切りネットっていうのかな、それをつけてますが、これつけない場合はどうなるかっていうと、実はね、こっちの方がぴったりなんですよ。まあ一応ですね、こんな感じにすることも可能ですということで、今回のね、テーブル作りはこれにて終了としたいなと思います。まあ、今回もね、そんなに難しい DIY ではないので、気になる方はですね、作ってみてはいかがでしょうか。それでは